は僕のヒーローアカデミアウルトラインパクト暗躍執念のお金ブロガーショーをやっていきたいと思います。まず一旦無償ありがとうございます。うわあ、持ってる。今日はね、なんかダビ君のね、新規 SS レア、あ、ウルトラレアか。ウルトラレアが追加されたってことで、まあ、ちょっと聞いてないですよね、というところで。かわいい。え？突然なんか、シェア8歳会のカードとか出すよな。まあ、てことで、今日はこの、投薬をね、取っていきたいと思います。うっしゃー、いくぞー。余った石でこの辺行きたいけど、ちょっとウルトラレア確率 1.5 倍嘘だからな、これな。うん、これ嘘なんでね。はい、まあダビ君で、まあ100連ぐらいで出てくれたらいいな。うん、ダビ君この間弟の新年ガチャ回したよ。私重いね、重すぎてえぐいことになってるけど、いきます。まあまず手始めに1回ね、まあまあ軽い気持ちで、うんうん、まあこの辺はね、まだ慌てるような時間じゃないから、うんうん、はいはい、あー、はいはいはい、あー、ショート出たね。あー、うんうん、この辺はまだ全然大丈夫。うん、まだ余裕、まだいける。あ、これはウルトラレア出ましたね。あれ出ちゃったな。これかわいいよね。うん、これの上に戸村くんとかコンプレスとかが乗ってるって考えると可愛いですね。あ、これ初めて見たかも。あ、ニューじゃねえわ。でもということでね、まあまあ最初はいいですよ。まあ最初はね、まあ最初はね、まあウルトラレア出た分全然マシじゃないですか。ちょっと石全然ないんですよね。あ、いや多分既存だな、もしくはセロハンターだわ。あー、出た出た。これ今回のエンデバーですね。はい。ということはやっぱ既存だな。あ、めっちゃ出る、今回。あ、すっごい。あ、もうこれ出ないかもな。ウルトラレア1個はどっかで出そうだけど。あー、出たー。もう絶対メモリーなんですよね。あのヒーロースーツ着たらね。私あれで、ねー、着たことないですもん。あのキャラのウルトラレアがね。うん。しゃあ、行きましょう。どんどん行きましょう。あー、まあ、可能性あるな、これ。やっぱ制服が一番可能性あるからね。私がもう、かれこれ何十回と回してきた中で、一番可能性あるのが制服っていうことに気づけたからな。あー、はいはいはい。ヴィランがよく出るわね。ヴィランの確率が上がっているのかな？虚ろにまみれた英雄たちが地に落ち、その輝かしい未来に。どうや、お前私のこと好きやんね。なんかね、多分ダビ君は前のウルトラレアの時も一発とかで来た気がする。ちょっとトドロキ家に愛されすぎてるな。はい、ダブリー、はい、ダブリー、すごい。あー、ダビ君出た。あー、すごい。あー、すごい香ばしい。あー、すごい。あー、ありがとうございました。ということで、なんと30連。あ、やばい、ミスった。まあいいや。え、30連、やばくね。30連はやばくない？いや、ありがとうございますですけどね。もうこの調子で行くぞ。よっしゃ、来たー。まだまだこれからだ。めっちゃいい。この謎のハテナみたいな。このハテナさえなければめっちゃいい。うおー、ダビー、俺のことが好きなんだね。よし。よし。ということで。いやー、ほんとすみませんでした。今までで一番早いかもってぐらい早く終わっちゃったわ。いやー、もうやっちまったよ。みんなこんなんね、求めてないと思うんですけど、私はこれを求めているのでね。はーい、黙り腐ってください。ということで。ねえ、トヤピッピー。チュッ。しゃ、ということで、ありがとうございました。じゃあなー。ギャハハ。